はい、こんにちは。今回ね、スキャルピングのことについて私の感想をお話したいと思います。まあ私はスキャルピングをね、まともにやったことはないんですが、短い時間軸でお金を放り込んだり出したりとかっていうのを繰り返して利益を得る方法だというふうに認識しております。まあ私はそのテクニカルを使っての1時間軸での 最もバランスのいいいと思われててる方法を取っていますそのバランスってのは、時間軸のバランスもいいし、持ってるお金のバランスもいいし、そして一日の生活サイクルに当てはめても、やっぱり1時間がいいかなと思うんですよ。1時間でのトレードを、一日のうちにね、10本から12本のローソク足を見てやっていくっていう形です。それを繰り返していって。で、当然、夜とか深夜は基本的には見ませんから、次の日になったらね、あの見たこともないような 本本かららのロウソク足が付け加ええれてて朝を迎えるって感じですまあこのサイクルにね慣れていくとあ深夜何があったんだろうっていうものとか深夜ほとんど動いてないなっていうのがね片、あのー、っぽではあるんですけどもまあエフクスに生活を拘束されてないのはねすごくいいなと思ってますさすがにエフクスでね稼げるようになってもそのうんエフクスのことがね一日中頭にあるようではちょっと不自由なんで 当然 FX が身につくまでは一日中頭を離れないぐらい考えた方がいいんですけどもね。うん、でスキャラピングの話なんですけどもスキャラピングだから短時間でできるんでね、うん、ものすごくいい方法だという側面はあるんですけども私としてはその時間軸が短くなればなるほどそのランダムウォークがあの入ってくるんじゃなかろうかっていうふうに思ってるんですよ。ランダムウォークっていうのは基本的にその相場っていうのは何が原因でその価格をつけるのかわからないっていうところがあるんですよね。 でそれを長期で見るとだんだんパターン化されていくんだけども短期で見るとそのパターンよりも偶然性の方が強くなるから、うん、だからっていうことなんですよ。もうちょっと具体的に言うと例えば1分足でトレードする時にねこっちに10万円用意して1分足でトレードしようと思ってもあのエントリーする瞬間が1分とか2分遅れたらもうそれだけで10万円の行き先がどこの1分なのかってことに変わってくるんですよね。それれによってロソク足がく形作られたりとか できるはずじゃなかったヒゲができたりとかしてね。まあ、だからランダムウォークの確率は高くなるのかなと思うんですよね。うんまあ、そういうので、あの否定的ではないんですよ。で私が一番自分に適しているのは1時間だなと思いますし、生活サイクルの中でスキャルピングが適している方もいると思いますんで、自分がどの時間軸が、あの、まあ、向いてるのかなということを見分けていく、もしくは見分けていただくような、まあ、そんなね、Q&A があってもいいのかなっていうこところですかね。はい。 凍結されるようなね、そんな証券会社もあるんではなかろうかということだったんですけども、そこについては私はわかりませんのでね、そこについてはコメントはできませんけども、私のスキャルピングの、まあ、感想ですね、それについてちょっとお話してみましたえ。それからね、あの、昨日は FX オリガルヒの動画更新がちょっとね、手こずりまして大変失礼しました。ただ、連絡いただきましたらこうやってね、えー、瞬く間に修正していきますんで、えー、ご容赦いただければと思います。どうもありがとうございました。